ホースホロー風力エネルギーセンターは、テキサス州テーラー軍とノーラン軍にまたがる集合型風力発電所。最大発電量で735.5メガワットの容量を持つとされる。47000ウェーカーの範囲に291機の GE1.5 メガワット風力発電機と139機のシーメンスに 3MW 風力発電機が設置されている。 この発電施設はブラッドナーエナジーによって3段階で建設された。2005年、事業開発者であるネクステラエナジーと建設受け負い会社のブラッドナーエナジーは最初の142機の GE1.5 メガワット風力発電機を構築し運用を開始した。第2工期では2006年代に四半期に130機のシーメンスに 3MW 風力発電機が加えられた。 ホースホロー拡張計画と呼ばれた第三工期では2006年末に、ネクステラ社は、テトラテックと共に149機の GE1.5 メガワット風力発電機を建設し、運用を開始した。ホースホロー風力エネルギーセンターは、全国の風力発電施設に対する迷惑訴訟の対象の一つとなった。風力発電所の地域の原告は、 多くが100から700エーカーの所有地に住んでいる人々であり、もともとは2005年6月に風力発電機の外観をめぐって提訴した。しかし、すぐ後に裁判官は、テキサスの法の下では彼らは風力発電所の外観に対して訴えることができないと判決を下した。訴訟側は、その後発電機によって発生する音の問題に訴えを移し、 豊富な騒音測定を行った。陪審員らは、風力発電所は告発されたような、民間への迷惑を生み出していないとして、原告の訴えを認めなかった。ネクステラエナジーリソースは、子会社も含め、ホースフォローの他に、米国国内で46箇所の風力発電所を所有運営しており、導入容量は、最大時で1万メガワットである。これは、 アメリカの一般家庭100万個に十分な電力を供給することが可能な電力量である。ありがとうございます。